毎度エブリバデーモリケンです。はい、今回は AMD が藤井聡太に提供したパソコンの価格がやばいってことでお知らせします。はい、 AMD って言ったらあの CPU のメーカーですね、そこのメーカー AMD がこのようなツイートをされてました。ドン。はい、AMD ジャパンからのツイートですけどね、AMD は藤井聡太さんに AMD Ryzen Threadripper Pro 搭載パソコンを提供しましたということです。AMD Ryzen Threadripper Pro が藤井さんのさらなる活躍につながることを AMD 一同応援していますということですね。すごい、すごい CPU ですこれ。主な構成パーツも紹介されてました。はい、CPU がこのね、これがメインですね。AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX、すごい値段です。まあ価格は後ほど お知らせします。そしてグラフィックスもこれもすごいです。マザーボードもね、全部すごいです。どのパーツもすごい、価格はすごいです。はい、まあ、パーツちょっとまとめたらこのようなパーツですね。まず CPU、まあ、早速ね、このメインのパーツ見ていきましょうか。まずね、この CPU、まあ、スペックはこんなんですね。64コアとかね、すごい。もう知ってる人だったらもうびっくりしますね。まあ、CPU って言ったら何かというと、パソコンの頭脳ですね。脳みそに相当するパーツです。それがね、64コアと、すごい、64コアあるっていう感じですか。で、普通、なんか、これだけ、あまり知らない人が見ると、へーってなるけどね、普通のパソコンやったらもう一桁です。だいたい4とかね、多くても8とか、そんなんかな。こんな、一般で使用するとき、こんな数いりませんね。必要ないですね。逆にこんな一般的にしかパソコン使えないので、こんなパソコン使っちゃったらね、電気代食うだけで、ね、もったいないです。はい、はい。さあ、この、もうとんでもない化け物の、CPU の、お値段ですけど、このような価格になっております。ドン。はい。はい、これはね、価格コムで調べた、最安値価格です。それでも107万7990円。こんな価格になっております。とんでもない価格です。いやいやいや、100万ですよ。10万ちゃいますよ。100万ですからね。10万でもすごいけど、100万ですからね。CPU だけで、ね、パソコンの頭の部分だけでね、すごいことになってます。はい。100、これがもうメインです。はい。いきなりこの100万って見ちゃうと、もう他もすごいですよ。他もすごいパーツですけどね。そうなんやっていう価格になっちゃいますけどね。まあ、皆さん、一つずつ見ていきましょう。はい、次、グラフィックスですね。グラフィックスもすごい。このグラフィックスっていうのは何かっていうと、グラフィックボードや GPU とも呼ばれてますけどね。画像処理の、パーツですね。CPU は、処理速度、速くなりますけど、まあ、グラフィックスは画像を主に、処理するんで、ゲームとか、ゲーム実況とかやる人、このグラフィックスもすごく大事ですね。まあ、将棋実況とかは全然、もう、そんなスペックいらないですけど、そのグラフィックス。はい。このグラフィックスもお値段はどんだけだったんでしょう。はい。ドン。はい。はい。これも価格コムの最安価格です。はい。それでも129,800円です。129,800円。おそらく今お持ちのパソコン、これよりも安いパソコンの方多いんじゃないですかね。このグラフィックスだけでの方が、高いっていう人、いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい。このような価格になっております。はい。ね、グラフィックス。129,800円ですよ。はい。次、マザーボードです。マザーボード。マザーボードって言ったら何かっていうと、パソコンのパーツを接続する土台となる基板ですね。これもパソコンの中で1、2を争う。もう大事な部分です。ね。まあ、CPU、このとんでもない、もう CPU、化け物の CPU を詰めるマザーボードでないとダメなんですよね。まあ、F1 で言うと、F1 のエンジンやけど、ボディが軽自動車とかね。そんなんやったら、ね、もうトムとジェリーのコントみたいに走ったらエンジンだけ、行って回ってね、ボディはそのままの状態でね、エンジンだけ先に走っちゃうっていうね、そういうことになっちゃうね。はい、このマザーボード、このすごいマザーボードの価格もこのような値段でした。ドン。はい。価格コムでの、
最安価格は11万8千円ですよ。これまた高い。これよりも安いパソコンを使っている方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。11万8千円でした。すごい。はい。はい、次メモリーです。メモリー。メモリーって言ったらね、机に相当しますね。作業するときの机。皆さんもね、机の上にパソコンとか置いてると思うんですけど、その机ですね。机が広ければ広いほど、なんか鉛筆とかメモ帳とかね、置けたりするんですけど、だからこれ、メモリーが大きい方がね、処理も早くなります。さあ、このメモリーですけどね、16GB、16すごいですよ。それが2枚が4セットですからね。さあ、このお値段は何ぼやったんでしょう。はい、ドン。はい、12,380円です。でもね、これ、16GB 2枚組で12,380円ですね。価格コムでの最安値額。これが4セットです。4セットなので、このようなお値段になりました。ドン。はい、こうですね。12,380円かける4セット。49,520円となりました。はい。はい。すごい。メモリだけでこんな値段です。はい。はい、そして次 SSD ですね。これはまあハードディスクと同じようなもんですね。メモリーが机としたら SSD やハードディスクは、本棚ですけどね。だけどこの SSD の方が処理が早いんですよね。はい、この SSD、 これも 1TB ですが、すごい、ビッグサイズです。さあ、この SSD はのお値段は、はい、12,980円でした。これでもすごい。先ほどいろいろ十何万とか見てると、ね、安く感じちゃいますけどね、すごい、いいやつです。はいはい。12,980円ね。なんかバッとずらっと見てると安く見ちゃいますけど、これもすごいですよ。すごいいいやつです。はい、これまとめるとね、価格はこのようになりました。はい、合計価格が、はい、1,388,299円。これパソコン1台分です。138万。とんでもない価格ですね。これ、ちょっとした軽自動車の新車買いますよ。新車の軽自動車買いますね。こんな値段、こんなパソコンね、欲しいです。マルケンも本当に欲しいと思ってます。はい、次いきます。次、はい、次、先ほどはパソコンでした。まだあります。まだね、AMD ジャパンからこのようなツイートありました。AMD は藤井聡太さんに、AMD Ryzen 9 7950X とその他自作パーツを提供しましたということですね。先ほどはパソコン1台分でしたけど、次、自作パーツ。パーツが提供されました。はい。AMD Ryzen、スレッドリッパーと合わせて、神の一手に続く至高の一手に活用いただけるよう期待しておりますということでね、このパーツもね、いいパーツばっかりです。先ほどのね、スレッドリッパー、これと比べたら、まあ、落ちますけどね、だけどすごいです。まあ、これもちょっと一つ見ていきましょうか。はい、はい、まとめるとこの、提供されたパーツはこのようになっております。はい、まず、AMD Ryzen 9 7950X のスペック、まあ、スペックね、これも16コアですね。さっきのは、64でしたから、64から16見るとめっちゃ少ないと思いますけどね、これすごいですよ。一般のパソコンでこんなの持ってる人ほとんどいないと思いますね。ゲーム実況やってる人しかいないんじゃないですかね。まあ、モリケンもRyzen 9の 5950X ですけどね、やっぱ全然早いです。以前に使ってた Core i7 と比べても全然早いですね。まあ、モリケンも評価調整しなかったら、絶対こんなRyzen 9とか買わなかったんですけどね。さあ、このお値段はというと、ドン。はい。はい、価格コムでの最安価格でも82,291円です。いや、高い。すげえ高い。はい。はい、モリケンも、前のやつもこれぐらいの値段しましたけどね。もう、貯金使い果たしました。はい。だからモリケンも YouTube 頑張らないといけません。頑張ります。はい。はい、82,290円でした。次、グラフィックスですね。はい、提供され、ASUS のグラフィックスですね。はい、このようなお値段になっております。ドン。はい、72,800円。すごい。はい。72,800円。はい。はい、次、マザーボード。マザーボードもね、提供されました。はい、パーツで提供されたマザーボードのお値段は、はい、
15万5818円です。はい、これでも最安値ですね。最安価格のお値段です。はい、次行きましょうか。はい、次、あ、CPU クーラーもね、提供されたんですけど、まあ、CPU クーラー、まあ、見ての通り、名前の通り CPU を冷やすパーツですね。CPU、やっぱり熱持ってくるね、それを冷やす装置なんですけどね、これもいいやつです。いいやつです。さあ、お値段の方はドン、はい、28,600円です。これもいいやつ、めっちゃいいやつ。モルケンも欲しいです。はいはい、さっきのパソコン1台分の時と比べるとなんかね、安く感じますけど、これめちゃめちゃ、これ持ってる人そういないと思いますけどね。一般の人は、はい、ね、はい、そしてメモリーもね、提供されました。はい、メモリーも32GB が4枚ですか。はい、このようなお値段になっております。ドン。はい、ね、これ、だけどこれね、売り切れてました。ショップが販売価格を掲載するままお待ちくださいって、価格コムはいろんなショップから、情報を集めて、最安価格を表示してるんですけど、モルケン調べた日は、もうアマゾンにも、ヨドバシにも、いろんなショップにも全然売ってなかったですね。そんだけ人気あるんですかね。だけど、この価格推移グラフ、ここで、ね、調べることができました。このようなお値段になってました。ドン。はい、もう12月5日でね、もう売り切れてたんですけど、その時の最安値、72,760円です。はい。はい。ですね。これが2枚組。2枚組ですけど、2枚組ですけど、4枚提供されたね。かける2ですね。145,000円。すごい。145,520円。ね。メモリーよりも安いパソコン使ってる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ね。はい、ということでね、このようなお値段だったんですけど、まあ、まとめてみますと、はい、このですね、合計、もう485,029円、提供パーツ代だけです。パーツだけでこんだけですね。はい、まとめますね。パソコン1台分と提供パーツ代の合計はこのようになりました。ドン。はい、ね、パソコン1台分が138,072円、パーツ代が48,072円、合計、はい、1,873,328円です。すごい価格です。でも皆さん、これね、これは価格コムの最安価格での値段です。これ実際自分で買ったらね、いや、もっとします。ほんで、これは組み立てるのは怖いしね、やっぱり組み立ててもらった方がいいですよね。もし買う人がいらっしゃいましたらね、まあ、モリケンはパソコン工房で組み立てもらったんですけど、やっぱ組み立てもらったり、そこでいろいろやってもらったり、まあ、部品をそこで集めてもらったら、そんな138万では絶対できないですね。工賃とか入れたら、もう絶対150万と超えるはずですね。まあ、あとは、側とかもね、パソコンの、いろんな他のパーツも、なんですか、箱とかね。側とか他の細かいパーツもいるやろし、工賃もいるし、組み立て台とかもいるし、あとはあの Windows もね、中身もいます、Windows。Windows がもういるんでね、そんなんとかいろいろ込み込みしたら、150超えるでしょう、160とかいくんじゃないでしょうか。ね、ということですね、はい、ね、こんなすごい。のお値段のパソコンが相田先生に提供されたということなんですけど、最後に一つ、はい、将棋を知らない人にアピールポイントがあります。これをね、皆さんちょっと、ね、将棋に興味ない方とかね、あんまり知らない方にね、ちょっとこれを教えてあげると、ちょっと興味持って、お、将棋ってすごいなってね、将棋の普及につながるかもわかりません。さあ、その将棋を知らない人にアピールポイントはこうです。ドン。はい、 AMD から藤井聡太先生に100万円の CPU がプレゼントされたよってね、これの方がインパクトあるんじゃないかと思います。これ ね、値段言うよりもね、なんか138万とかね、パーツも48万、うん、あ、そうなんす、なんやろってなるけど、パソコン知ってる人にとったらね、AMD から、100万円の CPU、めっちゃすごいやんってね、やっぱ100万円っていう響きがね、まあ、ちょっと AMD とか CPU、わからないっていう方はね、メーカーからね、藤井聡太さんに、100万円のパソコンのパーツがプレゼントされたので、100万円のパソコンのパーツ
パーツだけで100万円がプレゼントされたよってね、アピールするのがいいんじゃないかなと思っております。ということでね、今回は藤井聡太先生に提供されたパソコンの価格がやばいということでね、皆さんにお知らせの動画を作成しました。皆さんいかがでしたでしょうかね。ぜひこの動画良かったという方はね、ぜひ高評価グッドボタンを押していただけると森健嬉しいです。はい、今回はここまでです。それでは最後のお楽しみコーナー、森健じゃんけん、ではいきますよ。森健じゃんけん、じゃんけんグー。はい、買った方も負けた方もお気軽にコメントしてください。以上、森健でした。 Thank you everybody. See you.